今鍵がかかってる状態です。鍵を開けます。ここを押します。こう押すとここ上がこう開く。ここにこれを差し込む。鍵かけるときはこうです。開けます。で、中はこんな感じです。ここに携帯名刺入れ、携帯名刺入れ、左右対称のポケットがあります。で、ここは長財布、2つ折りの財布が入るぐらいのポケットがあります。で、底面には用がついてます。で、ここはショルダーがつきます。持ち手はこれです。ショルダーの説明です。片手もこれだけしっかりとしたものをつけています。金具は真鍮です。裏側まで、ドイツシュリンクをちゃんとこうつけております。すごく素晴らしい仕立てです。で、今からつけてみます。